やっぱり中条さん、チームスポーツ、今日は一人なんですけども、ここ、自分との戦い、でもチームもある、そこの兼ね合いだったりとかって何かあったりしますか？どうすかね、でもなんか、まあでもたまると思います。やっぱり自分、やっぱりこう、例えば代表チームだとそれぞれ、ね、こう、いろんな違う所属先があって、バックグラウンドも違って、で、考え方とか、まあ、習ってきたホッケーも違うけど、そこから要は作り出した自分、それぞれの考えも違ってって言って、やっぱそこをこう、どうね、お互いがくっつけていくかっていうのは、まあ、くっつけていくと、お互いがこう、それをこう、どう組み合わせていくかって結構、なんかいつも見てて大変だなと思ったりするんですよね。ただやっぱ同じ所属先同士はすごい仲良くてお互いわかるけど、あのチームの人よくわかんないとか、結構見ててそういうのはあるんですよね。じゃあそれをさっきのね、今の花尾さんじゃないけど、さらけ出せばいいじゃんっていうと、例えば、いや、戦術的なとか、まあ、言葉はですけど、その大した戦術もないなって思いながら僕いつも視察に行ってるんですけど、何か、その中でこう、なんかそんなちっちゃいこと言ってんなと思って、で、さらけ出して、そしたら、それをこう、要は、超えていくというか、さらけ出したからには次新しいことしなきゃいけないってなると思ってて、僕は逆にそれでいつもいろんなことをどんどんこう発信したり、情報共有したりしてるんで、いや、だから僕らなんか言って、あいつはそういう戦術来るんだって言われても、もう次の時は別のことしてますよっていうぐらいにしたいなって個人的には思ってるんで、僕はどんどんこう、オープンにしていくタイプなんですけど、なんかやっぱ選手とかは、それがあんまりこうあれなのか、でもそれ言ったとこでって思ったりもするんですよね。そのちょっとのじゃあ、ただワンフレーズ言っただけでそんなに戦術、変わるとかって書いてか、要はそんなにすぐね、なんか急に5対0とかで逆、あの、か、なんか負けするかってそうでもないんで、なんか、それは行くと、だからさっきの、ね、花岡さんの言う通りで、やっぱりこう、ね、そういう共通言語とか、やっぱりそう感覚的に合う合わないの問題なのかなっていうふうには、やっぱなってくるかなと思いますよね。誰に合わせるかとか、誰が正しいかじゃなくて、それを持ち寄って新しいものを作って、まあ、新しくなくてもいいんですけども、一つの勝てそうな可能性があるプレーになんなきゃいけないんですよね。そう。だから、僕結構、最近の選手見てると思うんですけど、なんか、プライベートと、ホッケーは別だと思ってるんですよ。で、でもなんか学校の部活の選手とか見てたりしてると、そっちが、だからそれがごっちゃになってるから、なんか仲良し小良しの子たちが集まって、その子たちがメインだと、例えばそういう、なんかあんまりこう、要は、上目指そうっていうタイプじゃないと、チームが、こう、言い方で、こう、ちょっとだらけるっていうか、こう、ちょっと、やっぱそういうちょっと、変な方向に行ったりとかするっていうのがあって、で、そこでやっぱ幅にされたやつは、プライベートでこう幅にされたやつが、やっぱり練習の時もなんかちょっと幅にされたりとかしてて、なんかプライベートとそのスポーツがなんかこうごっちゃになってる感がすごいあるんですよね。でもさっきの言ったのは所属先は所属先だし、代表チームは代表チームだと思ってるんで、なんかそうやってもっと分ければいいのになと思ったりはするんですけどね。ね、皆さんご存知だと思いますけど、スポーツの言葉のね、語源自体がデフォルトで現実から離れるだから、私生活を切り離して考えなきゃいけないんですよね。だからスポーツになってないです。そう。だなんか、そう、それはすごい、だから、なんかいつも思うんですよね。なんか、だから、やっぱりね、僕らも指導者だ。で、僕はだから、トレーニングしてて、要は、例えばこう、まあ、危険なこと、例えば怪我させるとか、良くないことは良くないっていうけど、それ以外に関しては基本、もうそのまま放任っていうか、いいよ、どんどんやっていいよ、みたいな。例えば、練習だったら右抜きしてほしいって言ったけど、例えば、相手がこう、もう最初から、右に来るって構えられたんで左行きましたでも全然 OK じゃないですか。その自己判断だったし。で、いいよって言ってるんですけど、なんかそこで僕、なんかパッと言うと、例えば、あ、それ怪我したりとかっていうふうに、なんかそういう、実は危険なプレーがあった時にちょっとガッてこう大きい声出したりすると、なんか、中条さん怖いみたいになったりするんですけど、いや、それ危ないこと危ないって言ってるだけだから、それは目の前でね、シクで頭殴られそうなやつ止めたり、まあ普通じゃない、普通っていうかね、僕らからしたら普通なんですけど、なんか、怒られるっていう行為で、あの人イコール怖いで、なんか、あんまり喋りたくないみたいな、こうなんか そう、だから、それはね、結構、やっと最近、うちの、その高校生たちには、いや、それはそれだし、プライベートはプライベートだから、もうそれは別物だって言って、そう。じゃないとね、アイクマンヘッドコーチとか、それ言ったら、本当にもう仕事中なんてもうずっと、もう僕らやっぱ要求されるから、すごいね、言われるけど、プライベート二人でご飯食べたりするぐらいなんで、
外国人のコーチはそういうのがうまいですよね。仕事は仕事で、プライベートはプライベートっていう分け方はすごいうまいなと思います。まあ、近々万里一空編というのを言って考えてるんですけども、やっぱりもう一番の目標は何なんだっていうところですよね。そこがそうじゃないところに引っ張られてしまって、違う、どうでもいい戦いの方に焦点がシフトしてしまってるのもったいないんで、そこはちょっと近々ってちょっと間空くんですけども、整理しようかなとは考えてます。万里一空。その時も皆さんよろしくお願いします。はい。やっぱりそこの、なんか生みの苦しみはありますよね、そこの自分との戦いで何か新しいものを作ってこうだとか、可能性に見出していこうとなってくると、そこには多分いろんな強さが必要になってくるかもしれないし、いろんなアイデアも大事だし、と、ね、とらわれない、ここそういうこと、何かに執着してしまったら、そこから抜け出せませんからね、認めるようなものが必要なのかなと思って、まあ、そこはまだもやもやしたままですけども。その辺について何か皆様ありますか？生み出すだとなかったもの、新しいもの、可能性が、光明が、ちょっと見えそうなものに、が、思い浮かぶ、そういうこと禅なのかもしれないですけども。なんかいいですか？はい。はい、今日は選手がいないので 特になのかもしれないですけど、やっぱり選手って練習やりたくないなも当然あるし、もうちょっとやらなきゃ不安だなもあるっていうのが当たり前のことだと思うんですけど、やっぱりその自分との戦いを無駄にしちゃわないっていうのが周りがやらなきゃいけないことだろうなって、今はそれをすごく強く思ってますね。やっぱ無駄な戦いさせてはいけないなって、戦うのはもうどうしようもないと。当たり前だと。じゃあそれを無駄にしてあげないっていう、必ず成長につなげなきゃいけないっていうのが周りの責任なのかなって気はしますよね。なるほど。まあそれがやっぱりさっきのこう、自分で表現できる、言葉にできるっていう安全な環境を作ってあげるっていうのもすごく大事だろうと。まあ、それはもう個人種目だろうが、チームスポーツだろうが一緒だと思うんですけどね。なるほど。ありがとうございます。